県内では今日新たに1408人の新型コロナウイルス感染が発表されました。年代別では、実際未満が225人と最も多く、ついで30代が206人となっています。今日現在の病床使用率は41.3%、重症は1人、中等症は55人です。 今後の見積もりとして、例えばコロナが2000人、3000人、インフルエンザが2000人、3000人というようなことが同時に起きるということは一定程度予想されています。新型コロナとインフルエンザ、同時流行の可能性を指摘するのは、新潟大学大学院の高橋正史特任教授です。県は今月12日、インフルエンザについて、定点医療機関1カ所あたりの報告数が2.33となり、 3年ぶりに流行期に入ったと発表しました新型コロナとインフルエンザですが、この症状の見分け方というのは、どうなりますか熱が出るとか、ですね鼻水が出るとか、咳が出るとか、ですねそういった症状、あと消化器症状もですねどちらにも出てまいりますので、見分けるのは難しいいだろうと思います発熱など、症状の似ている2つの感染症。 高橋特任教授が懸念するのは、同時流行が招く医療崩壊ですご自宅に少なくともコロナの抗原定性キットを置いていただいて、まずコロナであるかどうかという部分をご自身でしっかりと見極めていただく、ご自身で検査しないで、皆さんが発熱の外来に押しかけるということになれば、もうそこでやはり破綻してしまいますので。 一方、新型コロナとインフルエンザの同時感染については、過度な心配はいらないと話します。そもそもがあの、新型の今のオミクロン株であったり、インフルエンザの重症化率や死亡率そのものが非常に少ない、低いレベルですので、まあ、それほど同時感染ということで、あの危ない、危ないっていうふうなお考えはなくてもいいと思います。 さまざまな感染症の流行が懸念される冬ノロウイルスであったり、ロタウイルスであったり、あるいはもちろんインフルもそうですが、いろんなウイルス、流行る季節ですのでね、今一度、しっかりとせっけんで手を洗う、基本的な感染対策、今一度見直していただいて、この同時流行の季節をです、ね、新潟県、少ない数で抑えて乗り切っていきたいと思います。 高橋特任教授は冬場はさまざまな疾患で本当に救急医療が必要な人がいるので救急車を安易に呼ぶ行動は控えてほしいということも強調していました新型コロナとの向き合いも3年になり対策の、ま、気持ちの緩みが今、同時流行につながりうる状況ですいと意識を高めたいところです。